宇宙世紀 00791 月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。こちらギャザーロード隊、ピピちゃん、どうかな、意識消失。小隊長、作戦前なのよ。小隊長、ユノ特務総長、緊急回線を。分かったわ、ハロ、回線つないで。了解了解。りょ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 、うかい。ハロー小隊長、ハロー小隊長。ここで戦う君の名を。階級は少尉、地球連邦軍所属。特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊の小隊長。なるほど、今回選ばれたのは君か。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう。 G の空で。バイタル回復。小隊長大丈夫？オデッサ作戦は始まってるんだぞ。しっかりしてください。小隊長、すぐに機体を再起動して。小隊長、出撃よ。大事に扱ってね。オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、
戦場を取り巻く違和感。このオデッサ戦線で自分たちの運命を。リナ、歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して、ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量には気をつけてね。この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。敵機接近。一気そばから NS06 サーク戦闘開始よ。ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ小隊長。ロックオン、敵をロックオン。敵を狙いやすくなるわ。やってみて。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除する。特殊格闘やってみろ。特殊格闘ジャック撃破。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。くそー、振り回しすぎか。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長チャンスよ。投げ切り、お見事投げ切り。2号機3号機の援護に回って。小隊長くそー、ザッティッ。はい、敵モビルスーツの全滅を確認。さあどんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染だっけか。戦場なんだから手心は加えないからね。まだなのか。肝心な時に足を止める。増援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長援護を。ヘイト集中、ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。ザッ、落ち。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿がまるで私たちしかいないみたいな。前方ジオンの陸上戦艦ガブだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長撤退を。囲まれてる。無理、絶対無理。こりゃ覚悟を決めるしかねえか。スタッフ、みんなリペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。
まだ動く。上からもバンバン撃ってくる。ノックオン、狙撃しろ。ノックオン、打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。ホーム、応答してください。こちら、独立構成機械化技術支援小隊、ギャザーロード隊。おかしい、このオデッサには連邦軍が私たちしか存在していない。安全な時に。そこ、くそ、まだか。肝心な時に食らえ。いけ、食らえ。当てる。くそ、まだか。直撃させる。いけ。まだなのか。敵だ、ダブで撃破。新たな敵へ。なんだ、冗談だろ。大量、大量。どこにこんな戦力が。敵、撤退を。小隊長、危ない。緊急ブレイカー作り、実行。宇宙世紀 0079、 オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後で。ブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承。申請了承。SACRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長、帰投します。アムロ総長は？奴のことはいい。船の直縁に回れ。了解。任されてください。今のブライトノア注意。私たちホワイトベース隊なの？はっ、くそー。今度はジオン軍の通信予防陣。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊員。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を打ち取らねば我々の戦いの意味はない。ラル隊員、ランバラル隊員、どうやって防止したの？気になると思うけど、今はとにかくホワイトベース。小隊長さん、どんどん進んで。ラル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。うわ
まだか。ザッガ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 ンタンクは少しやられたし、ユーノ遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です。支援します。暗いと注意とは社会面なんだけど。話はあと。このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。当たるよ。木馬を落とす。抜かれないよ、お前たち。ザクとは違うのだよ。ザクは。え、別のモビルスーツに変わった。邪魔。そこ。高く。落ちろ。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど。ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバタス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。まだ動く。問題ない。あの木馬みたいな船を潰して、それから。物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。ユノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな。俺には分かんないよ。私もよ。でも確実なのは今の状況は間違ってるってこと。腹はくくれたね、ユノ姉さん。バルバトスをこの歴史からリムーブするよ。招待者ファイト、頑張って。勝ったらご飯、大盛りよ。ああ、腹減ったな。早く帰らないと。おかしいな。言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。招待者さん、一斉攻撃を。これで決める。惜しいな。いけ。惜しいな。邪魔。フルヤ。どうした、バルバトス。俺だ。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。小
隊長、そんな冗談を言ってる場合じゃないでしょ。そもそも戦闘中にどうやって見てたんだって話になるしね。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんとユネさん、あとはハル君だけだからね。ハローユノ、ハローユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの？残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの？落ち着けユノ、脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ一年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの？未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない？確かに未来じゃない。ランバラル隊はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに曲線が美しい。じゃなくて問題は何がどうなってあのガンダムが現れたかってことでしょ。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ、連邦軍、ジオン軍？私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの？じゃあ SACRA だから、サクとその後のスラッシュもくっつけてサクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、ユノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど、まあ大丈夫でしょう。特例ってことで自己判断。コード名、リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシュ。ハローサクラ、ハローサクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだのブレイク現象だの悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明、シミュレーション。まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの？コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉するほどね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によるとユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのがバグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね、ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。
ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。あ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン広告軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ。小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。 MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。ほう、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジアソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。ちょうどいいか、その説明もあるし、火星ホストジザスさん歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、ルネさん、一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス、ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む、それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。
問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だからブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハローを操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。